はい、どうも、高野です。今回はベビーメタルのファーストアルバム、ベビーメタルの解説をしていきたいというふうに思います。2014年2月26日に発売されました伝説のファーストアルバム、ベビーメタルということで、この魅力をですね、今回余すところなくお話ししていきたいと思います。本当、ベビーメタル、ファーストアルバム、ベビーメタルの魅力っていうのはですね、そっくりそのまま、ベビーメタルの魅力、そのものになると思うんですよね。はい。原点にして頂点ということでね、まだこのベビーメタルというアルバム聞いたことない方はですね、これを聞いていただければめっちゃね、聞きたくなるという、ほんと聞き応えのある内容になっていると思いますし、まあ、ベビーメタル大好きだと、特にファーストアルバムベビーメタル最高、死ぬほど聞いてるよという方にとってもですね、この楽曲とかベビーメタルのこのアルバムができるまでの歴史のおさらいができるかなというふうに思いますんで、ぜひね、皆さん最後まで聞いていただきたいというふうに思います。私は、高野ゼミということですね、普段からいろんなベビーメタルはじめとしたいろんなアーティストの楽曲であったり歴史のですね解説動画なんかを作っておりますので、ぜひチャンネル登録高評価をしていただいて、いろいろチェックしていただきたいなというふうに思います。まあ、今回ねアルバムのタイトルがベビーメタルということで、アルバムのタイトルをですね同じアーティスト名をそのままタイトルにするパターンっていうのはですね、いくつか、まあ、いろんな理由があると思うんですが、その中でもですね、今回のこのベビーメタルっていうアルバムに関しては、まあ、ベスト的な意味合い、まあ、これにね当たるというふうに思うんですよ。はい。で、このファーストアルバムベビーメタル、まあ、その時のねベビーメタルが全て詰まった作品であるということで、今回はですねそのベビーメタルができるまでの歴史を中心にですね解説をしていこうというふうに思います。まずですね、もう一度結成からざっくりアルバムができるまでをですねざっくり話をしていきたいというふうに思います。まあ、それぞれね、例えば結成からドキドキモーニングまでとか、あとはピンポイントにいじめダメ絶対についてはですね、それぞれ別な動画を作って詳しく解説をしておりますので、まあ、ぜひね最初この動画を見ていただいて、もっと細かく突き詰めていきたいしていきたいよという方はですね、ぜひねそちらの動画を見ていただきたいというふうに思うんですが、まず2010年の秋頃ですね、桜学院というアイドルの、部活動という形でですねベビーメタルが結成されます。ということで、これ2010年の秋頃ですから、まあ、ベビーメタルってアルバムまで3年半前ということでね、いかにこう長い歴史でもってこのアルバムが作られたかっていうのがわかると思うんですが、でそこからですね2011年の2月にベビーメタルと、要はその4、5ヶ月経った後にですね正式にベビーメタルという名前ができるということで、最初にですねボーカルでありますスーメタルさん、そしてダンス&スクリームでありますモアメタルさん、ユイメタルさんっていうのはですね、当初はですね今日は14部としての活動ですみたいな感じで、本人たちもですねベビーメタルという言葉あんまり使わなかったというか、なかったというところになります。そして2011年の2月に名乗り出してからですね8ヶ月後の2011年10月にドキドキモーニングという曲を発売します。でこちらの MV ですねが YouTube にアップされて、海外で、プチバズが起きます。はい、これ前もねお話したんですが、でこのプチバズについてね今回ちょっと細かく話していこうと思うんですけども、要はこのバズ、その YouTube 上のコメントとかね、その動画の再生数がすごく伸びたっていうことで、今もですねこう語るにあたって、もう最初からねドキドキモーニングっていう曲から、海外でちょっと人気だったんだよみたいなこう文脈で語られることが多いですが、このバズはですね決して全て称賛の言葉ではなかったということで、よくねその英語の方読んでいくと、なんだこれとかね、メタル舐めてんのかとか、ちょっとディス寄りのバスだったんですね、このドキドキモーニングの最初のベビーメタルのスタートっていうのは。はい。まあもちろん肯定的なコメントもたくさんあったんですが、まあこれはこれでありだよねとか、まあ別にバンドじゃないし、そんなにとやかく言うことじゃなくない的なね、まあちょっと面白いからいいじゃないぐらいの、称賛の声ということで、どちらかというと、まあメタルっていう言葉を使って活動するに関してちょっとどうなんこれはみたいな感じの、やっぱりこう新しいものっていうのはですね人が受け入れませんから、まあそういったところのスタートがあったということで、まあとはいえそのドキドキモーニングを引っ提げて2012年、翌年ですね1月にウーマンズパワーっていうですね女性バンドのフェス的なこうイベントに出ます。主催がですね、翔也っていう、私よりお兄さんお姉さん世代の方はね特に知ってるかなと思うんですが、まあ要は女性ロックバンド的な、一世を風靡したね、翔也っていうバンドがあるんですが、その人たちが女性バンド、女性ロックっていうものの、こう、なんですかね、もうちょっとこう、シーン的なものを作ろうということで、こう、長くやっている、こう、ウーマンズパワーっていうね、イベントがあるんですが、そちらに出まして、最初はですね、やっぱり海外のそのね、コメントと同じように、まあ、アイドルがメタルやってんだ、くらいの、まあ、ちょっと聞いてみようか、まあ、認知ね、ちょっとずつ認知、まだまだされていないっていうタイミングで、ベビーメタルがその、
フェスに出ていくんですが、この時もですね、ちょっと悪手というかね、もちろん音源なんです、まず。バンドじゃないですから、生バンドでの演奏ではなく、オケを流しての、パフォーマンス。そして、ですね、あろうことかですね、まあ、口パクでやっちゃうんですね。まだ当時はリップシンクをしていたっていうところで、日本でもですね、そういったところで同じようなリアクションでした。なんだこれ。ちょっと舐めてんのかなみたいな。口パクかーっていう感じで、まあ、やっぱりね、ここでも肯定的なものとしては、まあ、別にバンドじゃないんだからあんまり言うねみたいな。これはこれで面白いじゃんみたいな人も一部でいたっていうところで、まだまだですね、知名度とか、そのパフォーマンスでの部分はですね、対外的にはまだまだっていうタイミングで、この時まではですね、まあ、ドキドキモーニングと音源として発売されていなかった、いじめダメ絶対の2曲のパフォーマンスが基本ということで、まあ、苦戦を強いられる形のスタートであったということですね。そして2012年3月にですね、キバウブアキバというバンドとスプリットシングルを出します。で、これで持ち曲がですね、このさっきの2曲、プラスいいね、そして、アルバムには入ってませんが、君とアニメが見たいっていう、この4曲になるわけですね。そして7月4日にですね、初のシングルでありますヘドバンジャー、これがですね発売されます。で、この曲はドキドキモーニングいいねよりはですね、どちらかというとまあいじめダメ絶対よりのまあロック色の強い曲ということで、ただこうメタルともちょっと違うんですね。 V 系味がちょっとあるような、まあなんちゃって V 系的な曲になっておりまして、まあアイドルそしてメタル好きがちょっとずつベビーメタルのイベントとかに見に来るっていうこのタイミングで、さらにですねヘドバンジャーですから、バンジャーですからバンジャー層とかね、まあビジュアルが好きだよとかいう、ね、層も新しい層もですね味方につけていきまして、まあ、ヘドバンジャーっていう曲はですね初回限定版にコルセットがつくっていうことで、このコルセットは何かっていうところなんですが、要は日本でいう日本のメタルバンドとしてのこれ X ジャパンいますよね。 X のドラムのヨシキさんがこう激しいこのメタルの演奏に対してですね、首をね、今現在もそうなんですが、まあ、首をやっちゃったというね、伝説があって、まあ、そこのオマージュですね。はい。これ、まあ、これ、ぶっちゃけ怒らんねえのか、これっていうような状況になってくるんですが、まあ、こういったところからですね、ここから XJAPAN を含めたいろんなこうメタルバンドとかのオマージュということで、すごくリスペクトの伝わるですね、いろんなこう、引用とかっていうのをしていきます。はい。そしてやっぱね、この制作陣でいくと、楢崎さんですね。今回この作曲をされたこの楢崎さん。まあ、後にね、アルバムの中では、Catch Me If You Can とか、の作曲にも携わる方であったりとか、この、今回のこの、ドバンジャーのカップリング、91 Midnight っていうね、曲になってますね。こちらの制作で、ゆうよゆっぺさんということで、アルバムの1曲目のベビーメタルですとか、あと悪夢のロンドなんかもですね、作られている方ということで、こういった制作陣のですね、補充もどんどん増やしていきながら、2013年1月9日にですね、満を持して、いじめダメ絶対こちらの、ね、シングルを発売します。これね、詳しい解説はですね、まあ、別な動画でやってるんでぜひ見ていただきたいんですが、 このいじめダメ絶対からですね、神バンドが、加わって、先ほど言ってたね、あのカラオケ歌謡みたいなところを払拭して、どん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 ですね、この音楽性的にも持ち曲的にも、そして説得力パフォーマンスって意味でもですね、盤石な形にしていきます。そしてね、このタイミングでですね、一つ大きなターニングポイントを迎えるんです。これが2013年の3月31日、ボーカルのスーメタルさんがですね、まあ、もともとこのベビーメタルっていうのは桜学院の派生ユニットってことになりますが、母体であります桜学院の活動も並行して行っていたんですね。で、この桜学院を、まあ、年齢的に満期だということで卒業されますということで、まあ、もともとね、あの桜学院の部活動としてのベビーメタルですから、でこれからね、スーメタルさんが学校を辞めちゃうわけですから、まあ、もちろん部活にも出れなくなるでしょっていうことで、これどうなんのかっていうことをみんなね、ファンの方たちがざわざわし始めて、実際にですね、運営サイドもメンバーにこの後どうするっていうことで話をしたそうです。で、この様子がですね、その桜学院のそのホームページに学院日誌っていうのがあるんですが、そちらでですね、ユイメタルさん、そしてモアメタルさんの文章という形でですね、記事が残っています。その中で、モアメタルさんも、これからどうすると、スメタルさん卒業ということで、まあ、ベビーメタル今後どうする、続けていく気はあるかということで、運営サイドも迷っていたんでしょうね。うん。で、その中でモアメタルさんが、正直すごく悩んだというふうに書いていますんで、ここがね、もしね、いやいや、これで終わりでしょう、そのつもりでやってましたよなんて言われちゃったら、まあ、今の今日までのベビーメタルなかったということですよね。そして、ユイメタルさんの方にもですね、これからも、桜学院ミニパティ、ミニパティっていうあのグループもやっていたんですが、ミニパティ、ベビーメタル、それぞれ頑張りますということで、ベビーメタルが一番最後に来てるんですね。ということで、やっぱこう、みんなどっかで期間限定的なユニットなのかな。いつか終わりが
近々スーメタルが卒業したタイミングであるのかなっていうのを薄々思ってたということで、非常に岐路に立たされたタイミングだと思うんです。で、いずれにしてもですね、ここが最初のターニングポイントであり、それぞれのメンバーがですね、続けていきたいということをはっきり言ったからこそ、この先があったということで、これに関しては本当にですね、なんだろう、一ファンとして、ありがとうと言いたいタイミングになっております。つまりですね、ここからですね、ベビーメタルっていうのは、桜学院の部活動として、要はそのアイドルが、まあ、メタルをやってるグループからアイドルが消えたんです。だから要は、いよいよ、これ何と、ベビーメタルとは何っていうアイデンティティは何なんだっていうところがですね、どんどん浮き彫りになっていく。そして見つめていくきっかけというか、そのポイントになってくるということですね。そして、その答えを言うかのようにですね、2013年6月19日に、セカンドシングル、メリツネが発売されます。この曲がですね、もう本当にですね、一個一個のですね、コンセプトというか、そのモチーフを言っていくと、和メタルな感じですよね。まあ、日本的な、メロディーだったり、サウンドプロダクションがあって、その中でですね、合いの手の独自性であったりとか、当初よりそのメロイックサインをですね、キツネのポーズとして間違ってやっていたのをですね、そのまま引き継いでやってるっていう、このキツネサインっていうのをですね、そこから派生してますよ、このメリツネっていうコンセプト自体がね。っていうこともあってですね、この世界観、コンセプト、すべてがですね、ベビーメタルって何なんだっていうところを、こう伝える、この一曲でどうやって伝えるのかっていうところに非常に、こう力のこもった曲というふうになっていて、かつこのレコーディングされたのがですね、桜学院スーメタルさんが在学中ではなくて、卒業したわずか2日後の4月2日ということで、非常にですね、ベビーメタルだけになったスーメタルさんのその決意みたいなものをボーカルとしてこう音源にちゃんと残そうっていうですね、非常にこうベビーメタル取り巻くスタッフさんたちの強い意志っていうのが感じられる曲を発表します。そして、通常版のカップリングは暁、そして初回限定版のカップリングがおねだり大作戦ということで、どちらもですね、今までライブでしか披露されてこなかった未発表曲だったものがですね、このタイミングで音源化されたということで、まあ、ファンの人たちにとってもですね、これはいよいよアルバムというか、だんだんこうライブとしての曲数であったりとかっていうのも溜まってきたぞということで、どんどんですね、力をつけていくベビーメタルということで、ここからメリツネ発売したところからですね、今度は、その今まではアイドルとしてやっていたっていうところもあって、そのホーム的なね、もちろんこう、桜学院の父兄の皆さん、そしてベビーメタルのファンっていうのがこう集まる会場でやっていたところからですね、この夏、その年の夏にですね、ほんのロック好き、まあ、要はアウェイですね、ロックフェスにたくさん出るようになります。ロックインジャパンを皮切りにですね、サマーソニック、稲妻ロックフェス、そして、極めつかラウドパークっていうですね、日本屈指のメタルフェスですね、そちらに出て、でスーメタルさんの天性のボーカルには磨きがかかり、モアメタルさん、ユーメタルさんのダンス合いの手っていうですね、オンリーワンのこのパフォーマンスをして、アウェイだろうがホームだろうが関係ない、も全力のパフォーマンスをするんだっていうところで一致団結してですね、ここでしっかり、実力を発揮して、どんどんこうベビーメタル初見の人たちを取り込んでいくんですね。そして2013年、この年の年末、12月21日、レジェンド1997スーメタル生誕祭が、幕張メッセで開催されます。ここでですね、ギミチョコが初披露されるわけでございますね。後にこれが海外で激バズを生むことになる名曲ですね。はい。作曲アレンジがですね、上田武さんという方で、まあ、ザ・マッとカプセルマーケットの方といえば、まあ、わかる方も多いんじゃないかなというふうに思うんですが、まあ、要はデジロックかつ、まあ、スラッシーな感じっていうのはですね、この上田さんの真骨頂でもありますし、ベビーメタルの中でもですね、未だにこう異色となる曲になっておりまして、特にですね、こう、A メロ、サビっていう、こう、シンプルな構成の中で、A メロはですね、モアメタルさん、ユーメタルさんの可愛いとしか言いようのない、あの、掛け合い。そして、サビでですね、スーメタルさんのボーカル、すごくキャッチーで、かつ、激うまのね、サビというですね、恐ろしくシンプルかつキャッチーなこの曲はですね、アルバムの中でもひときわ飛び抜けて目立っている曲となっているということですね。そして、この濃い3年半を経て、満を持してですね、2014年2月26日にファーストアルバムベビーメタルが発売となるわけでございます。もうね、ここまで話して分かっていただけると思うんですが、やっぱりですね、もうタイトルベビーメタル以外にもうないでしょっていうことですよね。もう本当に一曲一曲、ドキドキモーニングからギミチョコまでのね、一曲一曲がですね、もう本当に一撃必殺を狙った曲でしかない。それが一つになったということで、他にですね、
逆にどんなタイトルがあったのよっていうことですね。もう納得のこのベビーメタルになっております。もうアイドルソング、メタルソング、和ロック、インダストリアル、テクノ、ラップ、ジャーマンメタル、スラッシュメタル、メロディーパンク、ビジュアルっぽいパンク、ロック、ポップロックみたいな、そりゃねっていうことですよ。まあだからもう要はですね、もう結論言っちゃうと、このベビーメタルっていうアルバムのタイトルは、まあ、CD とかこの十何曲一くくりですね、まとまりとしてのタイトルじゃないってことですよね。要はこれすなわちベビーメタルというジャンルないみたいな、そういうことですよね。ということで、はい、駆け足でやってきましたが、どうでしょうか。アイドルでしょ、やだとか、メタル怖い、嫌いみたいな、もう食わず嫌いをしてる方大丈夫です。分かっていただけたと思うんですけど、これね、メタルでもアイドルでもなくてベビーメタルですからっていうことです。はい、ということでね、こう歴史を踏まえた上でもう一度このベビーメタル、ファーストアルバムベビーメタル聞くと、いろんなね発見がもしかしたらあるかもしれないということで、今回はベビーメタル解説ということでね、お話しさせてもらいました。まだまだこのベビーメタルっていうのはですね、この歴史の部分だけ今回ねさらってきましたが、まだまだ語りがいのあるアルバムだと思いますんで、またねいろんな角度からねやっていこうと思いますんで、ぜひね今後とも皆さん応援よろしくお願いします。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。また別な動画でお会いしましょう。